こんにちは、行政書士試験合格チャンネルです。今日はですね、ちょっと法律用語の、ワンポイント解説をしたいと思います。まあ、皆さんですね、まあ、条文を読まれていると、この、みなす、それからですね、推定する。この二つの言葉ですね、よく条文にも出てくると思います。で、これパッと見ですね、まあ、印象としては何か同じような、意味合いなのかなというふうにして、思いがちなんですけど、まあ、私もですね、勉強したての頃は、そう思ってました。ですけど、これですね、かなり意味合いがですね、全く、まあ、違いますので、まあ、条文の意味をですね、読み違えないように、きちんとですね、それぞれどういうことを意味しているのかというのを押さえておきましょう。で、このまず、みなすという方ですね、このみなすというのは、まあ、その事実がですね、もう確定した真実であると。ということで、まあ、確定した真実としてその反証ですね、その反証をすることはもう許されないということになります。ですのでこのみなすの方はですね、この確定的真実ということで、まあ、反対のことを証明して覆すということはですね、このみなすというふうにされた場合はもうできませんよという意味になります。で、一方ですね、推定する何々と推定するといったようなですね、条文もよく出てきます。で、この推定するというのは、まあ、どういうことかというと、まあ、ちょっとわかりやすく言うとですね、一応その事実を真実とすると。しかし、もしその反対の事実をですね、証明することができれば、それを覆すことができるということになります。ですので、この推定するの方はですね、一応真実とするけど、何か反対の事実を証明、すればですね、それを覆すことができるという、まあそういう余地がですね、まだ推定するの方には残っているということになります。ですので、ここにですね、まあちょっと一応真実とすると。ただし、覆す余地は反対事実を証明すればですね、あるということになります。まあ、このみなすと推定するですね、条文の方にですね、結構出てきます。使い分けられてですね、結構出てきますので、まあこれから条文学習していくときですね、そのみなす、何々と推定する。ここのところもですね、きちんとその違い、それからですね、各条文でそれがみなすということを使われているのか、推定するとされているのか、ここもですね、意識しながら、条文学習進めていただければと思います。まあ、本日はですね、以上とさせていただきます。まあ、今日はですね、ちょっと法律用語のワンポイント解説ということで、またですね、こういった講義もですね、行っていこうと思います。それでは本日は以上とさせていただきます。今後もですね、行政書士受験に必要な勉強方法などお伝えしていきますので、チャンネル登録まだの方はぜひチャンネル登録もよろしくお願いいたします。それでは本日も最後までご視聴いただきまして、どうもありがとうございました。それではまた。